I told grandma the TV practice なめんなよ。はい。え今日はさ、そのアスフォの話題じゃなくて、大日本アスフォのね、え。うん。方の話題でさ、うん。僕が最近力を入れてる統一教会統一ね。教会問題ね。で、昨日、統一教会の関係の、ビルに抗議しに行ったんだけど、それのね、振り返りをね、聞き手 TV さんということで、はい。はい、聞いていただきたいと思いあ、ます。そう、これでまた TV。はいはい。それで あれはね、もともと僕が言ってたのは、9月9日に、やろうと思ったんだけど、天気予報で9月9日、なんか雨が降りそうだったから、やめて、予定を早めて、やったんですが、9月9日、雨降らないかもしれないですけど、とりあえずね、早めにやっときゃいいやと。どういうふうに抗議しようかっていうのを悩んでたんだけど、プラン固まったんで、サイレント抗議みたいな感じだったんですけど、行きまして、動画見てもらったと思うんだけど、統一教会のフロント企業とかね、ダミー組織がね、いろいろあるんですけど、統一教会は。それのごっそり入ってる製薬ビルっていうのがありまして、その前で無言で統一教会くたばれっていう風なプラカードを持って立ってるっていうね。で、それ出入りする人がみんなぎょっとするっていうね。そういうのをやったんだけど、怒鳴る抗議はやめようと思って、こんにちはって言ってたのね。出入りして。みんなぎょっとするんだよね。だけどね、女の人でね、僕はね、こんにちはって言ったらね、こんにちはって返した人がいたんだよ。あ、本当に。敵対するプラカード持ってるのにね、こんにちはって返す人がいてね、なんかその人に、ね、感動しちゃったんだよね。あ、そうなんだ。そう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 、一応、相手統一教会なんだけどさ、一人一人はね、もしかしたらいい人なのかもしれないけどね。でも組織があれだからね。でね、その後ね、男性のね、もうちょっと偉そうな人が、来てね、妨害になるんでやめてくださいとか言ってきて、統一教会ですかとか言って、僕が言ったら、なんか、いや違いますよとか言って、なんか一生懸命言ってたんだけど、あれはやっぱりね、統一教会って言われるのは嫌なんだね。だよね。だからね、効果あるなぁとは思ったね。統一教会の家庭連合っていうのが、名前変えたんだけど、あれが渋谷で本部ビルあるんだけど、あそこでやるのとはね、また違うね、効果を感じたね。だからまたちょっとやるかもしれないですけど、やるとしても月1ぐらいかなと。いつやるかわかんないっていうふうなのにしといた方がね、いいと思うんだよね、効果があって。あとあんまりしょっちゅうやるとね、ちょっと訴えられちゃう可能性があるからね。気をつけながらね、やろうと思ってるんですけどね。もう TV さん飽きてきたね。一応爪やってるだけ、大丈夫、大丈夫。でさ、もともとうちのやつはさ、政治もやってるけど、一応ノイズバンドということでさ、音楽関係なんで、ノイズが音楽かどうかわかんないんだけどね。それから、派生した政治団体っていうね、体裁なんだけどね。で、僕さ、ライブハウス行ってもさ、あんまり人と話せないじゃん。警察に囲まれるとさ、なんか喋れるんだよね。僕喋れるの警察だけみたいなさ。コミュ障なんだけどさ、警察とは普通に喋れるんだよね。不思議だよね。やっぱ統一教会問題ね、しつこくやらなくちゃいけないなと思ってんだよね。もうみんな飽きたとかね、統一教会そんなにひどくないよとかね、信教の自由がとかね、創価学会の方がひどいじゃないとかね、別のことをね、持ち出したりとかしてね、総裁しようとするんだけどね。統一教会は統一教会でひどいからね。ちょっと一つのことやりかけたからにはもうね、絡んでいこうかなというふうに思ってますんで。そういうちょっと振り返りでした。